めちゃめちゃうまいっす。7連敗です。あ、そうですね、これですね、ここです。これだと最初に、なんかインベードしてフラッシュ取ったんで、ジンのもう3キャンプでオットガンク行って、はい、ジン倒してミッドガンクしたって感じですね。一応ケイトリになったんでノーリーシュにしてもらって、そうだね、ボット有利にできるんで。確かに、まあ、でもジンのフラッシュ取れてなかったら、相手ダリウスだったんで、あとセジョン CC 持ってたから、上でちょっと赤ケインになれようかなと思ってました。ここ速攻リコールですね。あ、もうリコールですか。ここリコールしてちょうどアーフ行くとちょうど勝ってるんで。はい。ここでロンス買って殴り合えば多分上で勝てるんで。ああ、そしたらカニまで。そうですね、カニまで行けるんで、そこで速攻リコールして上行ったらちょうどよくできます。わかりました。ここちょっともうちょっとシバナと戦えばよかったかなって後から見て思いました。全然いいですよ。速攻でイコールしていけば多分間に合ったかな。うん、わかりました。マークもガンク刺してもうすぐリコール。そうですね。あと今のあれ待って、今の行動やるんだったら、はい、鳥赤ゴーレムでやった方がいいです。あ、そうですね。そうです。でブラックでベックスもフラッシュ落ちたしっていうので、ワンタン狙おうかなって思ってます。です。でもこれね、やるんだったらもう他のチャンプでいいと思う、はい、ああケインじゃなくて、ね、ケインじゃないなって動きですね。ああなるほど。普通にサイラスだったらもっとキャリーできますね、これ。この場合は多分サイラスとかの方がいいですね。こうセジャーに、俺はもうセジャーにピックしてるから多分ずっとトップ行って、はい、多分10分ぐらいでがケインになってたから、最初から青ケインでやるんだったら何も文句ないです。赤いケインでやるんだったら多分、はい、こういう動きはやめた方がいい。わかりました。でもこれが、まあ、刺さってたからラッキーってだけですもんね、あれは。そうですね。これはもともと計算しながらやって青ケインになるっていうのを入れてたらもう何もないです。はい、わかりました。逆にこう青ケインでも全然良かった。ですね、キャリーできるんだったら。ああ、ちょっと青ケインもじゃあ練習。そうですね、青ケインも解きます。ケインって本当は赤とどっちも行けた方が強いんで、はい、こういうオブジェクトを敵が使ってきてる時は、はい、自分たちがワード取ってワードを壊してくるサポートとかをキャッチするのが大事なんで。そうですね、これちょっとさっき上に一瞬ラカンが出たんですね。そうですね。で真正面に行くのはあんまり弱いんで、やっぱ壁から行くのが、はい、ぐるっと回りながら行くのが強いんで、ケインは E が本当に強いんで、はい、E で結構そういう、まあ、アドリブ的なことを考えた方がいいです。こういった方がうまく決まるんじゃないかとか、はい、中段戦も長州戦もめちゃめちゃうまいです。7連敗です。これはみんなで VC 繋がってるからできてるんで。ああ、その今までのその、なんて言ったらいいんですかね、その動き的な。そう、動き、チームの動きはマジで、さっきも言ったんですけど、めちゃめちゃうまいです。いてくれたら嬉しいなっていう、いるとこにいてくれるんで。でもそれきはやっぱ。おめでとうじゃないですか。ソラキューはやっぱ自分がキャリーしないといけないんで。はい、そうですね。うまいっすね。いいっす。うまっ、スマシが押してます今。この当時の僕。あ、であとちょっと思ったなんか合ってたらでいいんですけど、はい、今スティール行った時に、はい、
E から入って Q で取ろうとしてたんですけど、はい、これはもし次狙うんだったら Q から入って W スマイトで E で抜ける方がいいですよ。いやもう俺は Q で行きます。 Q 通常で狙うと、はい、通常スマイトの方が多分取りやすい。やるんだったらウルタッター方が多分、あーそうです、台詞のないお、すごいことが起きます。ウォチャスがあとは敵、これチーム戦で大事なとこって敵が どこに人数かけてるかとか、はい、敵今4人いる、うん、トップにいる、あの見えてる状態でトップに1、あのミッドに4だったら、はい、何も考えなくていいんですけど、見えてない相手をどこにいるかを考えるのが大事なんで、はい、サポートのジャンが見えてなかったらどっかにジャングル入ってきてるかもしんないし、サイドをキャッチしてるかもしんないみたいな、はい、そう、チーム戦で大事なことって敵が何してくるかを考えるのが大事なんで、敵が今サポートやジャングルいない、今ボットをキャッチ狙ってるかもみたいな、はい、考えた方がいいです。でもそれでピンとか、まあそうですね、ドラゴンもこれもっと早く、うん、そうですね、先に相手にワードを取られてあれされてるんで、先に自分たちがオブジェクト取ってチームにやるときは1分前、はい、1分になったらドラゴンどうするみたいなことを、はい、言った方がいいですね。分かりました、ドラゴン1分前どうするみたいな。ジャングラーの仕事ってオブジェクトとかなんだな、そういうのを考えるところなんで、例えばヘラルド湧いてんだったらヘラルド1分前はい、どうするみたいな、戦うみたいな、そういう意見を出してレーナーが答えるのが多分一番チームでうまくやれることかな。自分はみんなで言った方がいいっす、多分レーナーの人がトップ最初押される、はい、カバー欲しい、ミッド最初余裕だが来なくていい、ボット最初押されるけど、はい、序盤ガンク欲しいみたいなのをずっとレーナーに聞いた方がいいです。あ、わかりました、聞いた方がいいです。かレーナーに言ってもらうのが多分めちゃめちゃチームゲームうまくなると思うんです。はい、ジャングル序盤こういう動きするけど大丈夫みたいな、かもうみんなの意見を聞いて、じゃあトップ捨てでトップスタートしてボットから試合を作るよみたいなのを考えた方がいいです。はい、序盤インキューする前に、インキューというか、うん、対戦もうマッチ画面でってことですね。マッチ画面に行った方がいいです。はい、それはマジでジャングルやるときに一番大事。ドラゴンとか、うん、ここも結局集まり遅いですもんね。もうそのドラゴン1分前っつってみんなは戦えるって言ったら、はい、もうじゃあワード取ろうみたいなとか、はい、1分前だからじゃあ45秒にみんな一斉にリコールしようみたいな、はい、結構一斉にリコールするって結構強いんで、まとめていくんで、ズレもないですもんね、ズレがあっちゃうとやっぱチームゲームって弱いんで、ジャングルってサポートって大事なんで、はい、ジャングルといるときは、あ、サポートでいるときはもっとどんどんジャングル入った方がいいですね。もし自分が育ってるときはサポートを使って一緒にワード手に行こうみたいな、キャッチしたらどんどん倒そうみたいな、はい、の結構した方がいいですね。ドラゴン湧く前とか、ドラゴンバロン湧く前とか、はい、それも1分で大丈夫ですか？それも、まあ、1分半からにそうかな、まあ1分でいいかな、あ、1分半から1分ぐらいで1回リコールして、そうですね、一緒に入っても、うん、もしサポートとずれてんだったら、うん、はい、サポートに行って一緒にリコールしようって言って行った方がいいです。めちゃめちゃ、はい、自分たちがトップ側で動いたら敵がいなかったら反対側を気をつけた方がいいです。あ、そうですね。そんぐらい、多分そんぐらいと思うかな。めちゃめちゃチームの動きはマジうまいんで。やっぱそこケインでどうするかっていう、ケインとかそのやっぱキャラによって。そうですね。キャラによってはマジで全然違うんで、はい、ケインもまあ特殊かな。結構。はい、で結構もうじゃあファーム強いって考えてももういいぐらいの。そうですね。結構この動きするんだったら、はい、多分トランドルとか。トランドルとか、まあ、J4 とか、はい、序盤ガンク強くてみたいな、でもガンク強い系だとすごい決まって目方育つと思いますね。なんか結構でも僕キャリー系のジャングル好きで、はい、J4
ペインとかグブとか、あ、いいっすね。とかあのビエゴとか好きなんですよ。だったら多分あビエゴは多分この動き全然平気なんですけど、はい、もっと自分を育つ動きをした方がいいです。あ、はい、そうですね。自分なんか味方に切り上げるよりは自分で取って育つみたいな方が多分キャリー系はめちゃめちゃいいと思います。リーシンとか。リーシンは無理です。リーシンはもう無理ですよ。リーシン使えたらかっこいいっすよ。いやもうワイリフのリーシンは使えます、はい、もうワードジャンプがはい、むずいっす。ワードジャンプが本当に教えましょうか。ちょっとワードジャンプのコツとかリーシンもし使うんだったら、コツあります？ありますよコツ。